ちの部屋って結構さ、もうその窓の外すぐそこに道路が走っててさ、結構バイクとかが通るんだよね。そうすると結構音入っちゃうっていう。こっちの部屋で撮るようになってから気づいちゃいましたね。まあまあそれはいいんですけれど、そうそう、家具入れ替えたから冷蔵庫とか洗濯機とかってちょっと前にね買い替えちゃったんですよ。いやこれブラックフライデー期間中だったらもうちょっと安く買えたなと思うんですけれど、まあ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 しょうがないということで、もうそのねいろいろ家具入れ替えた後でまだね揃ってない家具とかがあるんですよ。でいろいろとね買いたいもの買ったんで、今日はねそれを紹介していこうかなと思います。で、まあ、さっき言った通りまだ届いてないものもあってね、とりあえずちょっと今のうちで開けときたいものがあるんで、まあ、先にこの動画撮って、でまた届いてないものはね別日にねもう一回撮って動画ね一緒にまとめてお届けしたいなと思いますんで、早速開けていこうと思います。それではレッツゴー。まあ、とはいえね別に皆さんにお見せしたい、どうしてもこうここでね紹介したいというような、なんか大層なものを買ったわけではないんですけどね、まあまあ僕が買ったものですよっていう感じでダラダラと見てやってください。まず1個目こちらです。あ、ちなみに別におすすめしたいものとかじゃないんで、ね概要リンクとかは貼らないんで、隠して Amazon 探してみてください。まず1個これ、はい、Amazon ベーシック。いや僕割と Amazon 使うんですけれど、あんまりこの Amazon ベーシックのものを買うことなくて、まあ、要は Amazon ブランドみたいな、結構安いんですよね。で特にブラックフライデーとか、あとはプライムデーとか、Amazon限定セールの時って、結構この Amazon ビジネスのものとかって安くなったりするんですよね。まあ、なんで、ここはちょっと使いたいなと思うんですけど、まず1個これ、そういえばなかったなと思って買いました。ちょっと開けてみようか。これはね、確か、瀬戸さん、瀬戸浩二さん。商品画像見た限りなんかもっといっぱい入ってたイメージなんだけど、意外とこんなもんですね。なんかここで結構大量に買っといてストックしとこうと思ったけど、意外と少なかった。2、4、6、10が2だから20%ですね。僕は主にあれですね、サイリウム、乃木坂のさライブのサイリウムでこう使うことが多くて、あんまね家でリモコン使うことがほぼほぼないんですよね。でも照明の電池とかって単4なのかな、あ単4だ、まあ、なんかこういうのが切れた時にも使えるから、まあ、いいんですけれど、なんか基本最近電池を使うことってもうサイリングぐらいになった気がします。大抵のものが今もう充電できるじゃないですか。何バッテリーとかさ、モバイルバッテリーとか、あとモバイル違う違う、Bluetooth イヤホンとかも電池を使う機会ってないよ。しばらく困らないかなと思って買いましたという感じ。今なんか切れてるサイリウムあったから、なんか直近でねライブで使うことはあったけど、この間がまだ全然切れてないもんね。全然ついてるんで、なんか切れてるやつが確かあった気がするんだけど、2期生ライブのとか切れてそうだ。つかない。あ、これも完全に切れてるわ。最近使ってなかったからな、ちょうどよかった。じゃあちょっとこれ早速ね交換してみましょうか。この2期生ライブのサイリウムね、幻の2期生ライブのサイリウムですよ。これはね初のね横にボタンがついてるタイプのサイリウムで、この時に初めて出たんですよね確か。その後でも公式のねグッズから改めて出ましたけれど、そうそう、これは結構僕はね持ってること
専用アプリ必要なし、初心者向け USB メモリということで、まあ、中開けてみますが、まあ、USB メモリということで、はいはい、こんな感じでシルバーのね、容器に中入ってますけれど、開けると物々しい感じで取扱説明書が入ってます。見える？取扱説明書、はい、ちゃんと日本語対応してるね。するかっていうと、このスマホからねデータを取り出したいときに、こっちにね簡単に移行できますよっていうものらしいんですけれど、あーでこれでさせばいいのか、こうかな、まあ、この間のね Vlog の動画とかもそうなんですけれど、僕って結構こうスマホにねデータが溜まっていっちゃうんですよ。写真データとか動画データが、そのままね何もしないままいたりするんですけれど、それって要はこっちからこう取り出すのがね結構時間がかかったりとか面倒だったりするんですよね。そこがちょっとネックになってて、でなんか Vlog ねせっかく撮った動画とかもさ溜まっていっちゃったりしてて、なんかうまくいかないかなと思ってて、ちょっとこういうやつ探してたんですけれど、なんか使いやすそうなものがねあったんで買ってきました。でこれすごいのが、ここにこうまず1個ついてるものが、これなんでこんなピンといかないんだろう、はい、これねこれがまずタイプ C がここについてるんですけれど、これひっくり返すとちゃんとここに USB がついてるんで、まあ、タイプ C でなんか取れるものはね、Android 携帯とかあとは iPhone15 もそうかな、ここで挿して入れたものをひっくり返してこの USB をねパソコンに挿してデータ移行が簡単にできるという感じなんですけれど、さらにね僕 iPhone なんですけれど、この USB 側パカッと開けるとここがライトニングになってるんですよ。だこれでライトニング挿す、もう今やってみますね、挿してみますね、いけんのかな、専用アプリ必要ないって書いてあったけど何も起きない、刺しただけでは特に何も起きないけど、どうだろう、例えばこの写真を移動できんのかな、なんかに移動するみたいなのがあるんですかね。ちょっと取扱説明書もちゃんと見ようかな、どうやっていくんだろう、あ、一回ファイルに保存するのかな、専用アプリ必要ないって書いてたんでね、写真、あ、一旦ファイルに保存した後で、でそのファイルからデータを落とすんだ、あ、じゃあ今ファイルに入れてるデータでいいや、ちょっとファイルアプリ開いてなんか入ってる画像を落としてみようかな、こっちに移動すればこれで簡単に、あ、入ってる、おー、なるほど。で、使い終わったら、ちょっとこれから一応ファイルのアプリ閉じて、で、抜いて、で、この USB モードに戻して、パソコンにつなぐと。これで簡単にデータの移行ができるというわけですね。あ、めっちゃいいじゃん。よかった。これでちょっとね、Vlog、他のね、いろいろ撮ってるものとかも、移動、簡単にね、できそうだなと思います。で、あとこれ、あれだね、マイクロ USB のこの変換のこれもついてるんで、これタイプ C に、違う USB か、 USB 側につけるのかな、こうくっつけることで、まあ、マイクロ USB のねもの、この僕が撮ってるカメラとかもねなぜかマイクロ USB なんですよ、こっから抜き出すこととかもできるという感じかな。おー、いいものを、ね、手に入れました。あ、よかったよかった。これはちょっとね、しかも Amazon プライム
XS みたいなやつです。はい、なんかスマホのデータとかに移行したい人は、データというかあの動画とかをパソコンに移行したい人はね、おすすめです。はい、そんな感じということで、ラスト1個今届いてるうちのね、ラスト1個じゃあこちらです。これはもうでかいから開けるとかじゃないんですけれど、スチールラックですね。とにかく今家に収納がなくて、サンダーボックスとかもね、もともとあったものが軒並みなくなったんですよ。で、今デュエマのねカードが僕、それはもともとねある棚に置いてあるんですけれど、結構ねカードがたくさんで、棚板がもうひん曲がっちゃいそうなぐらい重たくなっちゃってるんですよ。なんでこのスチールラック導入して、デュエマのねカードケースとかこっちに全部移していきたいなという感じで、これはまあ向こうの部屋に置くんで特に関係ないものなんですけれど、ラック買いました。はい、そんな感じで、あとこれプラス届くものがねあるんで、ちょっとそれはまた今から届くんで、届いたらまた動画回します。というわけで別々でございます。はい、あの後またねいろいろと届きまして、とりあえずね頼んだ分は全部届いたんで、残りをね見ていこうかなと思います。まずこの箱から開けます。これはまあ割とねちっちゃいものが入ってるんですけど、はいはいはい、まあ、結構いろんなものをね、いろんなジャンル買ったんですけど、まあ、やっぱ主にはこの家で使いたいもの、67.65、まあ今これ着てる服がね結構重いから、まあ、2キロぐらいプラスされてこれかな。この間のね福岡の動画見ていただいたと思うんですけれど、あの時ね73キロあったんですよ。で、あそこからめっちゃ痩せましてというか、頑張ってね、食生活とかね気をつけて、63とかぐらいまで落として、でまあ今ちょっと戻ってきてね65にキープしてるっていうところで、いやまして、ね、あの時本当写真見てびっくりされるぐらいね丸々してたんで、まあ、そこからしたらだいぶねシェイプになったかなと思います。はい、この体重計も作ってみたいなということで、あともう一個がね、これはね動画で使いたいなと思って買ったんですけれども、マイクですね。マイクちょっと新しいのまた導入してみました。ただまあこれそんなにね音質がいいとかではないと思うからあんまり期待してないんですけれど、まあ、要は2つねこうマイクが分かれていて、左右にねこうつけることで、それぞれからね音を拾うことができるというものなんで、まあ結構ね動画でもこの今僕がね使ってるよいしょこのマイク1本でやってると、まあこれはこう左右からね音を拾えるから、ねどっちの耳にも対応してこうバイノーラル的なね動画撮れるんですけれど、まあよりねこう左右の指向性を持たせてほしいっていうねコメントたまにいただくので、ちょっとこれも導入してみようかなということで、今日は試さないですけれど、またこれのね動画も撮ろうかなと思うので、これはお楽しみという感じ。はい、じゃあこの箱とりあえず終わりかな。であとはねもうでかいものなんですけれど、まずこれね、これ開けてみようか。こいつもですねちゃんと楽しみにしてましたよ。いやー
さんだっけな、 B さんのサイズだっけ、買いました。なんか B さんとかで特に書いてないけどサイズは間違っていないはず。これは買いました。額縁ね、まあ、ポスターが素朴なのに結構あるんですけれど、基本的にこう丸まって置いてあって、この間のあの遠藤さんのね写真集でポスターもたくさんゲットしたんですけれど、基本はねあのファイルにねこうしまうか、あとあの乃木坂のねシングルの購入特典とかって丸まってね置いてあったりするんですよ。なのであまりこうポスターをね飾ること今までしてなかったんですけれど、ちょっとこれを機にねポスター額縁に入れて、ちょここのさ今寂しい空間があるじゃないですか、ここにねこうバーンと出そうかなということで買いました。ちょっと今パッとはめるのめんどくさいんで、これもまた次の動画以降でねこの辺に登場するのをねまた見ていただけるかなと思うんで、はい、それもお楽しみにしていただければなと思います。ということで額縁でした。さあという感じでいろいろと紹介してまいりましたが、次買ったのが最後なんですけれど、まあこれもでかいんで、ね、さっきのスチールラックと同じで別にお見せするものではないんですけれど、マジ信じられないと思うんですけれど、じゃん、はい、よいしょ、見えるかな、机です。机、これも別にどこのものってわけでもないんだけど、リンゴホームのもので、ね、スライドしてこう広く使えるよみたいな、そういう机なんですけれど、今撮ってるこのね動画を撮ってる机、ここに机があってね、机というか台があって、それの上に物置いてるんですけれど、この台が、まあ、段ボール箱なんですよ。今僕段ボール箱ね、でっかい段ボール箱の上にカメラを置いてね撮影してて、今僕の家に机がないんですよ。机というかこういうローテーブルがなくって、撮影環境すら整ってない状況でした。なのでようやくこのね段ボール箱から卒業して、この机をね作って撮影できるかなということで、はい、買いました。まあこれとあとスチールラックとね組み立てを今からしないといけないんですけれど、うん、それでようやくまあ家が完成するかな、とりあえずはかなと思います。はい、まあ今回の Amazon いろいろ買って結局いくらだろう、2万3万ぐらいは使ったのかなと思うんですけれど、まあブラックフライデーでね安めに買えたかなと思いますんでね、はい、Amazon のセールに感謝したいなと思います。皆さんがねなんか